pretty. Wow. このね、岩場に住んでるあの農家の方からブドウいただきましたね。もう午後に入ってますけど、私がいるエリアからポジターノに行くの結構無謀だよって宿の人に言われたんですよ。4時間以上かかるよと、めっちゃ急いで4時間だよって、今から行くのって何回も聞かれたんですけどね。まあ、天気がいいのと、もう2日後ぐらいには天気崩れるんでね、今しかないということで、来てますけど、下調べと準備が全然甘いんで、マジで大丈夫かと。ただね、景色は最高ですよ。さっきの方ね、あの、お前犬好きなのって言って、いや好きですよって言ったら、この子犬一匹やるよっつって、日本に持って帰るよって言われましたけど、さすがに厳しいんでね、お断りしましたけど、本当に、こういう出会いがあるからいいっすよね。うん、正規のルートで、最短で目的地に行く。もちろんそれもいいですけどね、やっぱりこう、出会いがあったり、ちょっと遠回りしたり、うん、思わぬハプニングがあったり、そういうのね、楽しんでいきましょう。このイタリアで、一応ね、ハイキングコースっぽいんでね、大丈夫じゃないでしょうか。トカゲがめっちゃいるな。4時間以上かかる道で、ペットボトルを最初ね、2時間半ぐらいって聞いてたんで、ペットボトルの水も半分ぐらいで持ってきてるんですよ。出発する直前に4時間以上かかるって言われて、もういいやと、行ってしまえと、いうことで飛び出してきたんですけど、思わぬ形でね、おやつもいただいたんで、楽しくなってきましたよ。しかもね、誰もいませんからね。うわ、すっごいとこ来たな。やばっ。来ちゃいましたね。ちょっとね、まさにあのセレブたちがリゾートを楽しむポジターノにね、海で泳いだり、ちょっとカフェでゆっくりしたりっていう、そんなイメージで出発しましたけど、とんでもないアドベンチャーじゃないですか。もうこれ冒険ですよ。これサバイバルとかするそんなイメージですよ。もういやー、でもこの道楽しいな。ワクワクが止まらない。
まだまだね、スタート地点にも立ってないぐらいの距離感ですね。あの美しいポジターノを見るために急ぎましょう。普通にヘビいたわ、やば。ちょっとこんな冒険になると思わなかったな。おおほほう、中間ですね。これを越えたらちょっと見えてきてほしいな。まだなのかな、道があるんでね、間違ってはいないと思いますんで、あとはひたすら突き進むのみです。ようやくね、人家がたくさん出てきました。3つ目のね、谷を越えようとしてるところですけどね。お、なんか独特な水場があるけど、いや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 、
ましたけどね、やっぱ遠いわ。これは4時間コースだわ。いやーきついなー。文字タームに着くことが目的というよりは、そこでねエンジョイすることが目的ですからね。泳いだりとか、もう着くだけで疲れ果てちゃうな。遠いわー。